と子どもたちが私のことを先生として私のことを先生と呼んでくれたり折り紙や手紙を書いたのを私にプレゼントしてくれたことがとても嬉しかったです。特に印象に残っているのはよく走り回っていたことと、あと縦割り保育に参加する機会があったのですが、子どもたちが年長さんの子が先生によく頼っているのが日常だったのが、年少さんがいることで下の子のお世話をするというところが印象にとても残っています。次の実習は保育実習なので、幼稚園と異なった部分を学び、それを吸収して、さらに幼稚園実習で反省点として上がったことを保育実習で活かせるようにしていきたいと思います。